さあ、今日こそヘビスナをお迎えに行くわよ。ヘビスナは、私たちにとって欠かせない存在なんだぜ。霊夢が初心者の時にヘビスナで7キルした動画が、つい先日、200万回再生突破したんだぜ。この動画は、長い間このチャンネルのトップを走り続けているわ。皆さん本当にありがとう。まあ今となってはちょっと恥ずかしいんだけどね。さて、フォートナイト実況も今回でちょうどパート3です。記念すべき回を、しっかりヘビスナで締めたいわね。さて、ツイッターで視聴者さんが、ヘビスナがゲットできる場所を教えてくれたんだぜ。どうやら、フレンジーファームの近くのガソリンスタンド、そこのトイレに入ると、秘密基地みたいなのに繋がっていて、そこでヘンチマンを担いで宝箱にスキャンすれば、ゲットできるらしい。さ、多分ここだね。ヘビスナのために、潜入捜査開始よ。上には銃は落ちていないか。でもトイレがあったわね。バレないように、こっそり向かいましょう。ヘンチマン、ナメテッドやられるからな。よし、トイレの位置確認。助走をつけて、一気に駆け込むわよ。そうーい。よし、来たこれ。って。あれ？なんか普通のゴミ箱に繋がってたな。これが秘密基地。いやそれにしてはしょぼいというか、一応宝箱はあるけどさ。こんなとこからヘビスナが出てくるとは思えないな。まあいろいろゲットできたからいいけども、シールドもつくし、これでヘンチマンともある程度戦えそうだな。それにしても、トイレってあれじゃなかったのかな？別のトイレがあるってことなのかも。もうちょっと調べてみようぜ。さっきのゴミ箱から戻れるかもしれん。ちょっと汚いけど、しょうがないわね。さて、トイレはいるし、一旦ここに隠れよう。びっくりしたな。って、ここにもトイレあんじゃん。多分これだ、急いで入ろう。おお、今度こそ行くか。わあ、めっちゃ秘密基地っぽい。多分正解だ。ここにヘビスナがあるというのか。待っててねヘビスナちゃん、今迎えに行くからね。慎重に扉を開けるんだぜ。わ、ヘンチマン、やべえミスった。おいバカ何やってんだよ。シンプルに下手くそか、こ。今度こそ、まずはグレネードで安全にダメージを。あ、シールド割れたな。もう一発だ。よし、ミニポートした。取りに行こう。さあ突入だ。やばい見つかった。二人もいる。頑張って倒せレイム。うおーこれでも食らえ。さあもう一人だ。今度はハマス。よし、一旦落ち着いたかな。とりあえずミニポは飲めるな。そうだ、こいつにヘビスナのありかを聞いてみよう。おいお前、ヘビスナはどこにあるんだ。む、なんだこれは、また地図みたいだな。おお、敵の位置と宝箱の位置が、宝箱は、二つか、敵はもういないみたいだな。安心して開けてよさそうだぜ。あ、手前のやつも開けれる。って開かないじゃないの、ちょっとしたバグかな。まあいいや、この宝箱は、普通の宝箱だよね。となるともう一つの方か。お願い、ヘビスナに合わせてくれ。なんかすげえ光ってる。間違いない、これだ。そうか、ここにヘンチマンを担いできて、スキャンすればいいんだな。視聴者さんが教えてくれた通りだ、ありがたいぜ。よしお前、ここに顔をかざすんだ。さあ、これでどうだ。きたー。ヘビスナ。金色に輝くヘビスナだ。よかったな霊夢、毎回出るとは限らないっぽいからな。めっちゃ嬉しい、思わず踊り出しちゃうわ。デカポも出てきたし、これはビクロイ狙えるかもな。よし、シーズン2に止めのビクロイは、このヘビスナと一緒に取ってやるわよ。ここのトイレから地上に戻れそうだね。いやー、隠れ家があるとは驚いたな。さて、最初の獲物はあなたよ。ぐー、392ダメージ。これぞヘビスナ、って感じだぜ。確かもう一人いたわよね。悪いわね、シャドウヘンチマン。ヘビスナはもらっていくわ。あれ、こんなところにこんなのあったっけ。宝箱入ってるじゃん、よかったな。後ろにもなんかある気がする。お、いいやつ入ってそうじゃん。しかもこれはスキャンとか必要ないみたいだね。と、今なんか売ってきてなかった？ちょうどいいわ、この金のヘビスナの、初キルの相手となってもらいましょうか。いたな、多分ボットだとは思うが。さあ、暗いな。おお、またヘッショ、たまんないねー。いやー、ほんとよかったなヘビスナ復活して。これはモチベ爆上がりですわ。おっと、銃声が。下に敵いるのかな。ふふ、またこのヘビスナを使うチャンスね。どうやら川を泳いでるみたいだな。残念だったわね、さようなら。お、今度は胴体でも倒せたな。さすがの157ダメージ。ミニポだけじゃ耐えれないからね。やっぱり強い。強すぎるって意見もあったから、レアな感じにして復活させたのはすごくいいと思うぜ。おっと、また敵だ。ここはさすがにショットガンかな。さっき青いの拾えたからな。よし、スムーズに倒せたね。またボットっぽいけどな。
早く普通のプレイヤーにヘビ砂を見舞いしたいわね。敵の気配がする。近くにいるわ。とりあえず屋根の上取って。そこか。よし、アップグレードしたタッチョで倒せた。でも別の敵に撃たれてるわ。今こそヘビ砂チャンスだぜ。あー嘘、外れた。当たったと思ったのにな。でもアサルトは結構当たってるな。体力も半分以上削れたわね。回復される前に、ここは強気に出た方がいいかもな。ポーション飲んでる。そうはさせるか。すでに飲まれてたがもう一度シールド割れたな。壁で防ごうとしてくる。階段で角度をつけて、上から撃つわよ。おっと、しかし今度は四方を囲って立てこもる気だ。もうこのまま突入するわよ。一発目外したがなんとか無傷だな。うわ、今度はエンジンオン。ボートが近づいてきてる。休む暇ないわ。ミサイルで建築壊してきたな。ダメージは少ないけど、タッチョで撃っていく。あ、降りたね。それなら建築合戦だ。なんかすげえ高いところに建築あったのが若干気になるな。気が散らないように、集中しないと。今んところは上は取れているな。でもこの人、めっちゃしつこいんだけど、何度も上取り返そうとしてくる。結構高くなっちゃったな。ほら、まだ諦めてないよ。これはさすがにやりすぎでしょ。もういいわ、そんなに欲しいなら上はあげるわよ。その代わり私は即座に降りるけどね。建築崩す気か。そう、多少の落下ダメージはしょうがない。今壊せば、多分倒せる。お、地面と繋がってるのは2枚だけだな。ボートが邪魔だけど。これで、どうだ。ふん、狙い通りだな。何でも上取ればいいってもんじゃないんだぜ。うわ、びっくりした。そんなところにまだ敵いたのか。これでヘビ砂3キル目。でもまだ普通のプレイヤーには当ててないんだぜ。またボクとか。せっかくだし普通の敵に当ててビクロイ取りたいわね。あ、また誰かいる。建築してきた。アサルトで押し切るわ。またボクとかな。今回多いな。でも残り5人、さすがにそろそろいなくなってきたと思うぜ。さあ、残り3人だ。ヘビ砂と一緒にビクロイ取るぞ。まずは敵を見つけないとな。上にはいないな。宝箱残ってるし多分大丈夫なはず。あ、見つけた、木の影だ。やったー。あと一人、しかも向こうにいるじゃん。バレてない今がチャンス。絶対に当てる。今こそ、ヘビ砂の強さを見せるとき。よっしゃ、このアドバンテージはでかいぞ。なんてったって金のヘビ砂だからね。さて、回復されないように建築を壊してやりましょう。あそこを壊せば崩れるはず。と思ったけどあれ、崩れないや。ちょっと判断ミスったな。でもまだまだ有利な状況には変わりないわ。回復もいっぱいあるし、この距離感はヘビ砂が活躍しやすいぜ。さあ、もう一発当ててやる。それでおしまいよ、お猿さん。ああ、わずかに遅かったか。そう、しぶといわね。だがしかし、ヘビ砂があれば。建築は一発、ゆっくり回復はさせないよ。ヘビ砂とバーストアサルトのコンボ、防ぎ切るのは難儀だぜ。弾はまだまだある。何度でも撃ってやるわよ。よし、かなりいい感じに当たった。相手さんもそろそろ、回復アイテム切れてくる頃かもな。現在も消費しているだろうし、いい感じね。ヘビ砂のおかげでかなり有利に試合を進めているぜ。さ、相手さんはどこだ。うわ、ロケラン撃ってきてる。危ないな、油断してるとやられるぜ。さあ、そろそろ終わらせるわよ。記念すべきパート300の回。この金のヘビ砂で、綺麗に終わらせてやる。頑張れ、気持ちよく締めようぜ。さあ、存分に見せつけてやりましょう。ヘビ砂がいかに、素晴らしい復活ってことをね。やったー。ヘビ砂と一緒にビクロイ。感無量です。いやー、やっぱり強かったな。頑張って隠れ家に潜入した回があったぜ。一応二桁キルも達成できたみたいだし、最高の気分ね。ということで、最後まで見てくれてありがとう。そして改めて、パート300まで応援してくれてありがとう。ここまで続くと思ってなかったよな。本当に視聴者さんのおかげなんだぜ。これからも続けていくので、よろしくお願いします。それじゃあ私たちはこの辺で失礼するぜ。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。